横芝光町は、千葉県の北東部に位置し、三部群に属する町。町内には、国の史跡の柴山古墳群や小川大古墳群などの、古墳が良好に保存されている。坂田町と坂田城市千葉県北東部に位置し、千葉市から約 35km の距離、東京都の都心から60の 70km 圏内で、ある。太平洋に面し、九十九里浜及び、 九十九里平野のほぼ中央に位置する。町の北部は標高が高い場所もあるが、起伏は大きくなく、中央部を九十九里平野最大の河川である栗山川が流れている。2006年3月27日に、捜査軍光町と三部軍横芝町が合併し、新たに発足した。合併前の光町と横芝町は別の軍に所属していたが、現在の横芝光町は、 三部群に属する。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.70%減の23,762人であり、増減率は千葉県下54市町村中32位、60行政区域中38位。第一次産業漁港栗山川漁港本社、本店ウォーク、企業町内に、 事業所等を置く企業横芝敬愛高等学校、小学校中学校高等学校横芝駅、空港シャトルバス専用車熊の神社九十九里、海外海水浴場国、県指定及び国登録文化財一覧。ありがとうございます。